いるんですよね。ここからの攻めの展開どう予想するのか。パラノイアからの早い取り返し、しかし負けないのが RB、また RB がこれフェイクするんですね。ここでゼスビーが落とされてしまう。ここで一人かかって下がるのに対して B 側は一切配置を動かさないっていう、このなんだろう、どっしりと構えてますよね。はい、全く A も B も一人やられても揺さぶられずに動いてませんから、いやー、しっかり腰据えてますね。さあ、しかし人数差を作られてしまった SMG 側、ここはビジョンストライカーズはスローでミッドを詰めていきます。 B ヘブン側狙っているんでしょうか。うん、ヘブン3ロング2のハサミですね。はい、さあ B を防衛するのはキル、しかもノーアビリティでいった、プッシュですね。さあ、ここは飛び込んでいった B サイト、ナノスワンも展開しているが、ここは数の暴力、グローがファルファルファルを落としていきます。そうですね、どうしてもファーストラウンドということもあってアビリティの数も限度がありますから、キルジョイはどちらかというとロングだけを処理するアビリティの置き方をしましたからね。ヘブン側対処が難しかったです。はい、さあ、そしてすでに設置後の配置は完璧だ。ゼストがカーマを落とします。これは、じゃなくてですね、 B サイトですね。これはリテイクかなり厳しいんじゃないでしょうか。 SMG ヘブンから飛び出すも、そこに RB ヘブン下位置暴れている。うーん、数の暴力できましたね。結構話せますね。さあ、またもや同じ動き、フラッシュポイントを入れますが、RB、はい、エイムで、さあ、しかしもう一人控えていますが、カバーが、いや、今一瞬姿を現して下がっていった動きを、うますぎる、ショットガンじゃ対応できないよあれ。さあ、このヘブン下もクリアリングスタックス丁寧にしてるな、本当に。この丁寧さがビジョンストライカーズの連携力、しかもそれのスピードが速かったですよね。そしてキングはすでにディフェンダーベース、うーん、圧倒的。キルジョイの走ってる足音も今多分聞こえてたと思いますよ。聞こえてますね。もうなぜセージがそんなところにいるのかと、リゾートにいますから。そしてグロー、パーフェクトラウンド。相手からしてで A スロープ、A ヘブ、ランプのところにアクションを起こしてます。はい、もうここはインサイト上げてランプに行きますか。 RB ちょっと行き過ぎじゃないか。 B ヘブンに対して早めのアクション、しかしゼスビーがここは RB を落とします。さあ、右側ですね、バリアオーブを耐えてセージが入っているが、うん、ゼスビーのいいカバー、いやー、キルジョイのナノスワームで時間稼ぎ、こんなので光ってますが、ここの打ち合い、グロー3 on 3ですが、キングの位置が、キングの裏取り、あえて強い武器を拾わずに位置をばらさないようにスローで詰めていました。オーメンの位置にどう対応するかですね。キングが止まらない、ゼスビー、いや、完全にオーメンの位置を見てた。ディバインが裏を取っていたんですけれども、その頃にはすでにプッシュしていましたね。でもこれで今 ヘブン側の方が壊れたのでバレましたね。さあ、ワンオツキングのこの位置しっかりと見ている。勝者ディバイン、ワンオンワンに持っていった。これあんまいい連携じゃないな。しかしこの位置なんだよ、ために守ってますね。さあ、この B メインのリテイク、ブリーチのスキルをふんだんに使い B メインを取り返しに行きます。対する SMG 側はうまいピークだったんですけども、武器がバッキー、まあ今のは狙いですよね。あれですって、キルジョイの横がバレないようにするための飛び出しだとは思いますが、はい。そして B メイン側詰めを確認したところで3つを詰めたんですけど、そこには RB、うん、そしてキングが A ランプにも入っている縦横無尽。まあ武器差もあってちょっとこれは苦しいって感じです。ゼストがこのダブルピーク、1人よく持っていったんですけれども、あの距離バッキーで持っていきましたか。あの距離は倒して武器奪いたいのにまだいけてないですね。そうですね。スパイクが、さあ、ここでビジョンストライカーズ側がスパイクプラント、 そして外しません、うん、RB 見えないんですけど、ここ通るの結構一個リスクなんですよね。左右同時に見る。さあ、位置がバレた、テールウィンド失敗してしまったか。失敗しましたね。ゼストがゼスビー落とします。うん、しかしレクシー、ここはスタックスを取り戻して人数差イーブンに持っていきます。4対4、スパイクの情報を手に入れることに成功した SMG。 そうですね、ここは RB オペレーターを捨ててバンダルを拾いました。キングがすごいとこまで行ってますね。いやー、これは SMG からしても不意をつかれる形。いや、すごいぞこれ、日本のゼロストを放出させるような動きですよ。そしてここでニューラセット、SMG の位置が全て分かってしまう、そしてここでリザレクション、人数差をさらにものにする。 RB の今のピーク、
許さないですね。まるでいるのが分かっているかのような。さあもうここまで人数差つけられてしまうと、うん、SMG 厳しいでしょうか。なんとか B メインに落ちているオペレーターを拾ってセーブでしょうか。そうですね、ベントにも1本落ちたかな。さあここは今のはもうキング選手が A サイト、うん、いやーそうですね、あそこから悲劇はスタートしましたね、はい、先ほどもシカネス選手じゃないんですけれども、いないことが分かっているかのような、もう、さあこれがビジョンストライカーズ。これ結構 SMG まずいなと思ってるのが、はい、今要はノーアビリティであそこまでスルスル入れた理由の一つとして、はい、SMG がプレッシャー感じていて守りもかなり A ヘブン抜けて B ヘブンに行こうというような、どっちが出したピンなんですかね。もしかすると SMG 側がその動きを警戒している可能性ありますね。それはあると思いますね。ほらそっちだ、うん、SMG が降りたってことはそういうことですね。はい、いやキングがまだ残ってるんだ。これは噛み合ってしまうか。さあそしてこれはオーメンがディフェンダーさんに対してのオーラだと。しかし本命か、音を読み切っていました。その間さあショートソッパーテールウィンドウでしっかり避けていく。さあここはディフェンダースポーンにバリアオーブ、そして打ち合いに行きます。さあキング、キング、キング、ここに来てきましたね。キング選手の素晴らしい出し回りが、このラーク刺さっていった。リザレクションも使ってしまった。さあ相手の位置は分かっています。ディフェンダースポーン位置が特定できているというのがそもそもかなり強いですね。この打ち合いキング負けません。相手に警戒をさせてこのカバー、うん、そうですね、やられても飛び出せばいい。いや今のはキングの裏取り。なるほど。さあ B 前目、ここはカマがファルファルファルのカバーをしますが、若干 SMG 側は武器に余裕がないのか、シェリフの選手がいました、ね、まあ余裕もなくなりますよね。さあ B メインを取られたと分かりや否や、これはもう A ヘブン狙いですね、うん、人数が4人になった途端に4人で動くようになりましたね。先ほどまでラークの動きをしていた選手がいたんですけれども、ここに来て固まると、ね、キング選手も合流しましたね。普通に、はい、SMG 側としてはちょっと裏取りも怖いですよね、この状況。緩急ありますね。スローで動く作戦からこのように、フラッシュポイントと合わせて攻めていくっていう。さあ気になるのはゼスミですが、ここはテールウィンドウ惑わされた。ちゃんとこう死なないようにテールウィンドウ使っていきましたね。そしてスタックスお決まりのこのヘブン下のクリアリング、決して打ち負けない。しかも表設置だ、それ通しちゃったら絶対に取り返せない。もう A ヘブンディフェンダースポーンととんでもないポジションまで抑えられています。こうやって攻めと守りどっちが有利のマップでしたっけ。一般的にはディフェンダーですが、ビジョンストライカーズ的にはもうどちらも有利というのはそうですね、ちょっと圧倒的ですねこれは。ビジョンストライカーズ有利というようなマップになっているような形になってしまっておりますが、またも SMG 側はセーブを余儀なくされていますね。ここまで勢いが速い攻めを展開されるとかなりやりづらそうですよね。 SMG 側は開始のスキルが打てていない印象がちょっと。そうですね、やりづらいし、はい、その返そうとするとすでに自分の画面には2人以上と出会ってるみたいな。うお7ラウンドを選出されるような形。そしてやってきたこのアルビーの素早い攻め、忘れた頃にやってくる。さあクラウドバースなんとか逃げるも武器はオペレーター。いやどこまで行くの、どこまで行くの狙った相手は逃さない。これがビジョンストライカーズ。怖いよこれされたら相手に恐怖を植え付けるこれはねもうプレッシャー感じるから、もっと後ろに下がって守るしかなくなりますよ次。もうオペレーターで置けないですよねこんなの。いやーあのスピード感はね、しかもちゃんとその合わせてるんですよ、はい、あのブリーチと。もう RB が早すぎると思いきやもう後ろからスキルバンバン打ってますから。そうだからもうあのいけないんですよね、取り返そうとかできないんですよ、基本的に一方的にやられるから。この恐ろしい攻めに対して SMG 対策ができ
できないか。やはりブリーチ強いなって思いますね今の後ろからの FB が壁越しに打てるっていうのはやはり FB もホルトラインもありますし、はい、あ、お、これはハントムーブ、これハントムーブですね。しかし登り切る、そして負けない。これハントリスペクトのムーブですね。アルビー選手、ハント選手の動きをちゃんと真似てきましたね。ビジョンストライカーズすらも参考にしています。さあディヴァインが1人取り戻すも、おお、ダブルキル、おお、なんとか。ただただラウンド取れてないんですよね。アビリティ打ってるだけで試合終わってるんですが、しかしそのスタックス選手のサポート、そしてあのヘブン社のクリアリングが何度も考えて見受けますが、またもやキング一人で A ランプ、まあ、相手が引き目配置なの分かっているからこそここまで。そうですね。さあここはロックダウンを返しますが、何が分かってんの、何が見えてんの本当に。そしてニューラルゼット、ピンポイントすぎでしょ。 SMG の位置がバレる。さあそうなるとこのロックダウンも意味をなさない。その間に B ヘブン、すごいですね。さあオペレーターゼスビー粘れるか。ローリングサンダーを食らってしまう、まあ、ゼスビーがいますよ。この状態スコープが展開できない。さあカマがカバー、いやー、当てる今の RB。 さあまだサイト内、あー、ディバインが残っている、ね、フロムザシャドウ。いや、ただもう即座に反応してスパイク A に持ってってますからね。さあこれはオーメン対決、ここでスパイクを設置するとフロムザシャドウも上がります。ここで表設置をする、強すぎるよ。表設置して後ろに行く、読み合いですねこれ。通常表に設置してたら表側どっかに逃げると思うんですよ。はい、ですよね実際。これ SMG ディバイン側からしてみればもうどこにいてもおかしくないような状態。オーメンですとシャラウドステップを使って A 部分側に行くこともできます、うん、ただここはワイヤーの音で位置が分かっているビジョンストライカーズ。ワンワン、残り時間が刻一刻と迫っている。ちょっと時間使いすぎてますね。さあダーカーバーの中にシュラードステップ、いやこれはもう解除フェイクする時間がない。サイト内での立ち回り、やはり看板裏警戒できないか。ちょっと時間が足りなかった。さあゼスビーがブレードストーンを切ってはいますが、またもやビジョンストライカーズスローな攻めを見せつけます。攻めの緩急といいますか、その早い遅いが、うーん、 SMG からしてみると分からないですから。分からないですね。さあゼスビーのこのブレイドストーム、ここでなんとか見せないとまずいですね。エコラウンドとはいえど相手を一撃で沈めることができるアルティメットアビリティ。ゼスビー選手が一番このチームの中で今火力は持ってますからね。ただここでフロザシャドウで B サイトオーク、そしてフラッシュポイント B サイト挟まれます。うおー、しながらね待てる。こうなってくるとキルジョイのスキルも意味をなさない。いやゼスビーも落とされる。グローがトリプルキル、フロムザシャドウからのグロー選手もあれですよね、ケニー枠ですよねこれディフェンダースポーツ年齢も高い人じゃないですね。さあレクシーがグローを落としますが、こうなると B サイトどこにいるのか全く把握できていない。ズオンフォーでリテイクを余儀なくされます。さあここは壁抜き状況はズオン3。さあ RB ここはオペレーターを外しますが、うん、いいペイントダウン。ちょっとまた時間が危ないです。使わされていますね。さあキングとしてスタックス連携が取れてる。こういうとこ油断がないんだよな。いやー、どうしますかこの RB の攻めの緩急。うーん、早い遅いが分からない状態、まあ、覚えておくとしたらサイファーがどこにいるかが重要だと思うんですよ。さあこのピグゼスビー当てきれなかったか。オペレーターの位置、そしてエージェントがライカーズ側に情報として伝わります。もう SMG 側は B ヘブン側にナノスワーム、そしてアランボット、そうですね、あの配置転換してましたね、はい、キルチョイはもう B 運用はやめてっていうところです。どうしても勢いのある攻めに対してはスキルの開始が間に合わないです。そうなんですよね。先ほど一回その結局フォールドラインやフラッシュポイントで合わせられての RB 選手の特攻が通ってしまっている以上普通に守ることがもうできないって判断ですね。これ来ましたよ。 B オペレーターのは分かってるんで RB が、うん、バンダルを持ってこれテールウィンドウで
いきそうですけど、ゼスビーがファーストブラッドを取れればこれはかなり SMG 側も有利になってきます。さあアフターショック、そしてフラッシュポイント、あフラッシュポイント当たりましたね。そしてテールウィンド、さあたまらずゼスビーディフェンダーストーンまで引いていきます。ただ手前でキルすることが叶いませんでしたね。そしてこの RB のテールウィンドフェイクがいい味出してますね。こうなるとヘブン上に乗っているんじゃないかと相手のポジションが読み切ることができません。いやー RB の位置をまず1個ちゃんとクリアリングしないといけない。これ地味にねクリアリングし損ねる時がある。さあ10個が見えている。 RB SMG をぶっ壊す。さあダブルピーク、こういうとこです。ショーダウンに出場したチームではあるんですけれども、それでもなおあるこの壁、ここは RB、 うん、なんとかゼスビーがダブルキル、2-1効果で有利取りましたね。最終ラウンド取りたいんですけれども、ここは A サイト1人で守らなければいけない。2番フラッシュポイント食らいながらダブルキル、やっと1ラウンドのチャンス来ましたね。さあ1オン3残ったのは RB、 武器はオペレーター、オペレーターなのでちょっとこれは逆転しにくいんじゃないですか。まあ場合によっては1人ずつ覗いていたらオペレーターでもチャンスありますけど。さあディヴァイン、ここは決して甘えません。サイト内、しかしそこに RB のマロテが状況は1オン2、そしてここでオープンプラント、もブレズストーンもあるアルティメット切らないですね。ここさあ一人一人戦ってはいけない、決して落とせないラウンド、ね、さあここでブレイドストーム、ああぐるっと回る選択、まあ表設置ですからね。これはゼスビーと噛み合ったら終わりです。さあゼスビーランプを警戒しています。これはゼスビー勝ち合うか、落としたゼスビー、執念の1ラウンド。いや SMG、 まあそうね、攻め有利を信じるんであればここから全ラウンド取る必要があります。ただこうなってくると、先ほどまでアタッカーであそこまで速い攻めをされるとディフェンダーでもそういった動きをしてくるんじゃないかというような、そういった印象付けがされてしまったので、まあ、どっかのタイミングでミッド強気に出てきそうですよね。そうですよね。 SMG としてもかなり警戒しながら進んでいる様子。やだ、 SMG にもゼスビーいますから。さあ突破力負けてはいません SMG のゼスビー、先ほどから強力なエイムでビジョンストライカーズを落としてきたこの男。さあここはビーヘブンスロー、これは完璧にフラッシュポイントでのリテイクですね。静かな時間が流れます。残り時間50秒。これで一拍車とブリーチと合わせるっていう勢いよく行ってしまうと、あ、さあ若干音が出たか。おお、この隙間当てるんですか。ブリーチと合わせられない。分断されましたね。さあ B サイト内ゼスト、いやロングにいるのを倒せた、うん、RB が B メインを取っている。そしてスタックスがディフェンダースポーンからこれ入りますよ。さあしかしカーマン2-3、クロスが組めていましたが RB が倒せない。 B メインの守護神 RB フラッシュポイント、ね、もうこうなってくるとマネーサの暴力が出てきてしまいます。 RB B メイン、そしてなんだ今の動きのブラストバックいやー、しかも見えてる SMG 早い攻めを敢行したんですけれども、ビジョンストライカーズに夢が阻まれる。あっという間すぎる。